サード株式会社サード、サードコーポレーションは、主にトヨタ系などの車のアフターパーツを扱うメーカー。本社は愛知県豊田市。トヨタ製レーシングカーを使用してモータースポーツ活動も行ってる。元々は1972年、昭和47年にレーシングチームとして設立された株式会社シグマオートモーティブが母体である。 同社は現在も関連会社として存在。同社を設立した加藤新はもともとトヨタ。当時はトヨタ事項の中でもモータースポーツを担当する第7技術部に所属しており、1960年代の日本グランプリに参戦したトヨタ7などの開発を担当してた。同社は当初からルマン24時間レースへの出場を目指すと同時に、 富士グランチャンピオンレースへの参戦をも狙ったマシンとしてシグマ MC73、マツダを開発。エンジンは加藤のつてを頼り、トヨタから供給を受ける予定だったが、マシン完成間近になってトヨタからエンジン供給を断られたため、急遽マツダからロータリーエンジンの供給を受けて1973年ルマン24時間に出場した。同社は翌年のルマンにも、 マツダのエンジンで参戦したほか、1975年、昭和50年には、MC75 にトヨタエンジンを搭載して、ルマンに参戦している。結局、財政難により3年で終了となった。とはいえ、この挑戦時に得た、ヨーロッパの自動車関連企業とのパイプ構築という、副産物は大きく、後に、ターボチャージャー製造の名門。 KKK 社の輸入総大店となれたのもこれがあったからである。1985年、昭和60年にサードを設立。全日本ツーリングカー選手権、グループ A にトヨタスープラで参戦する。1986年、昭和61年シーズンより MC73 以来のオリジナルマシン、サード MC86X、トヨタで全日本耐久選手権。 あとの JSPC に参戦開始する。1989年、平成元年シーズンから、オリジナルマシンから、トヨタのワークスマシン、トヨタ 89CV の供給を受けるようになる。1990年、平成2年からは、トヨタチームサードとして、トヨタのワークスチーム待遇となり、90CV で15年ぶりに、ルマン24時間レース参戦を再開。 JSPC 最終戦、富士 1000km では、初優勝を遂げる。1991年、平成3年には 91CV で、鈴鹿 1000km を制している。91年は、ルマン参戦が中断したが、1992年、平成4年からは、トヨタのサテライトチームとして参戦を再開し9位で、完走している。翌1993年には、総合5位。 カテゴリー2クラス優勝を果たしている。94CV で参戦した1994年、平成6年には、残り1時間15分まで首位をキープしながら、シフトリンケージが折れるというトラブルで交代。最終ラップで一きの位に入賞している。なお、ワークスチーム待遇を得るための条件であった、トヨタの看板を背負うにふさわしいドライバーとの契約をクリアするために呼ばれたのが、 1994年、サンマリの GP 予選で、自己死したローランド・ラ・ー・ツェンバーガーである。1994年、平成6年からは、スープラで全日本 GT 選手権へ参戦。1995年、平成7年、1996年、平成8年には、スープラ LMGT で、ルマンに参戦している。また、1995年、平成7年には、 トヨタイム R2 をベースとしたオリジナルマシンサード MC8R を開発し、同年と翌1996年、平成8年には MC8R でルーマンへ参戦した。他にも2006年、平成18年のトカチ24時間レースでレクサス GS450H を走らせたりしている。2007年、平成19年には 前年に走らせたレクサスの機構を応用し、2006年、平成18年にスーパー GT で走らせていたスープラをベースとしたハイブリッド車で参戦し、大きなトラブルもなく総合優勝を果たした。社名は、集積記号のシグマ、シグマが由来となっており、サードはシグマオートモティブリサーチデベロップメントの頭文字から取っている。2014年、 平成26年、小型航空機事業に着手。極技飛行及びエアレースパイロットの室谷、吉秀のチームの機体エンジニアリングサポートを行う。2015年、平成27年、事業を再編。グループ会社のシグマ商事が民間企業で商業ベース、日本初の燃料電池水素ステーションを完成させる。それを皮切りに FCV レーシングカーの開発に着手。 軽飛行機事業の立ち上げ、マリン事業では、新艇の製造も始まった。解析センターを東京に設置し、流体、熱、合成についての自宅業務も始める。1990年、平成2年、トヨタ 90CV で15年ぶりに、ルマン参戦を果たしたがリタイアに終わった。翌年は参戦を、休止、1992年、 平成4年は 92CV で参戦し9位で完走。翌1993年、平成5年は総合5位、カテゴリー2クラス優勝を飾る。グループ C 時代が終演し、プライベーターのみの参戦となった1994年、平成6年は LMP1 クラスに 94CV で参戦。今も語り継がれる伝説のレース。エディアバイン、マウロ・マルティニ、 ジェフ・クロスのオフ組が残り1時間までトップを改装し、サード・トヨタの初優勝は目前だったが、シフトリンケージが折れるトラブルで、交代、2位入賞に止まった。なお 94CV は、ルマン博物館に、現在も展示されている。1995年、平成7年以降は、スープラと MC8R で参戦したが満足な、結果は残せず、 トヨタの支援を受けるスープラのプロジェクトは1996年、平成8年いっぱいで休止。オリジナルの MC8R でのチャレンジは、翌1997年、平成9年も続いたが、この年は予備予選落ち。以降サードのルーマン参戦は休止している。1986年、昭和61年により、MC73 以来のオリジナルマシン。 サード MC86X、トヨタで全日本耐久選手権に参戦開始。オリジナルマシンによる参戦は3年続いたが結果を残せず、1989年、平成元年により、トヨタのワークスマシン 89CV の供給を受けるようになる。1990年、平成2年富士 1000km で JSPC 初優勝を飾る。 翌1991年、平成3年にも一勝を上げ、シリーズが終演を迎える1992年、平成4年まで参戦するが、シリーズチャンピオンを獲得することはできなかった。全日本 GT 選手権、スーパー GT には1994年、平成6年より参戦している。参戦当初は、横浜ゴムのアドボムを使用していた。メインスポンサーは2006年。 平成18年と2009年、平成21年以外は、無双がメインスポンサーとなっている。1997年、平成9年にシーズン2位の成績を上げるが、それ以降低迷が続く。2003年、平成15年に、オリド・マナブ、ドミニク・シュワガー組で一勝し、シーズン6位となる。翌2004年、平成16年、タイヤを、 アドボンからブリジストンに変更。アンドレ・クーとジェレミー・リュフォア組で衣装を上げ、シーズン2位の成績を収める。しかし、2005年、平成17年は、マシンの不調もありなかなか調子を上げられず、シーズンランキングで回に沈む。この年のドライバーは、ジェレミー・リュフォアに代わって、前年の全日本海3選手で、チャンピオンに輝いたロニー・クインタレリが起用された。2006年、 平成18年はメインスポンサーがトリプル A 出版に変わり、マシン名がトリプル A サードスープラ GT となった。なお、スポンサーがパチンコ情報誌を手掛けている関係上、絶ンナンバーをゾロ目の66に変更している。ドライバーも変更され、ロニークインタレリからルーキーのタイナカカツユキになった。これまではトヨタワークスチームの一員として、 最新型マシンでの参戦だったが、この年は、最新マシンのレクサス SC430 ではなく、前年型のトヨタスープラでの参戦となった。開発が進む最新型マシンに比べ遅れをとっており、苦戦を強いられた。2007年、平成19年により、マシンが、スープラから SC430 に変更。ゼッケンナンバーが39に変更。またメインスポンサーに、 伝送が復帰した。ドライバーは昨年同様の布陣で挑み、昨年同様の片落ちマシンでの参戦だったため、苦しい戦いを強いられたが、第8戦で久々の表彰台を獲得することができた。2008年、平成20年は他のワークスと同様に2007年仕様の SC430 での参戦となり、監督には新たに飯田明が起用されることになった。 タイヤもブリジストンからダウンロップに変更となる。ドライバーには高木虎之介が迎えられ、昨年に引き続きドライブするアンドレ・グートとコンビを組んだ。最新型マシンを使用するため好成績が期待されたがタイヤ開発がうまくいかなかったことと監督として迎えられた飯田明が伊藤大輔の怪我による欠場による大役を務めることになったため監督を シーズン半ばで辞めることになったのもあり、シーズンを通して低迷した。2009年、平成21年からは最新型仕様の SC430 での参戦となる。ドライバーは高木虎之助に代わり、平手昭平が起用され、昨年から引き続いてアンドレ・クートとのコンビで挑む。この年は、デンソーがメインスポンサーを降り、社名からデンソーが外れた。 2010年、平成22年も引き続き最新型マシンで参戦。ドライバーに変更はなくアンドレ・クーと、平手・アキラ表コンビのままで、伝送が再び、メインスポンサーとなる。2011年、平成23年前年までのクート、クラフトに移籍、平手、セルモに、移籍に代わりクラフトから移籍した、石浦・博明と300クラスから、ステップアップした。 イグチタクトにドライバーを一新。タイヤも、レクサス発、トヨタでは、JGTC 時代の2003年のトムス以来となる、ミシュランに変更したチームでは、JGTC 黎明期の1994年以来である。開幕戦ではで、タイヤがマシンとマッチし、ポールポジションを獲得。2位は、同じミシュランを履く、S ロードモラ GT-R。しかし決勝では、 雨のセッティングがうまくいかず6位に終わる。その後も、ミシュランタイヤを用い、3度のポールポジションを獲得し、決勝でも第4戦、8戦にそれぞれ表彰台に、上る活躍するも優勝には届かず、特に第7戦では、優勝争いを繰り広げながら、終盤に新トラブルなど不運にも見舞われた。最終的に、シリーズ7位。これはレクサスになってからのチーム最高位である。 過去に、土屋圭一、織戸学ぶなど、走り屋出身のドライバーが多く乗っている。鈴鹿 1000km では、谷口信照もドライブした経験もある。その鈴鹿 1000km では、毎年参戦しており、スーパー GT シリーズに組み込まれるまでは、メインスポンサーは電送ではなく、大塚家具であった。2006年、平成18年よりスーパー GT の一部に組み込まれたため、 以降大塚家具はメインスポンサーから交板している。2012年、平成24年は、クラフトから遺跡のベテランは坂俊一が石浦とコンビを組む。またスポンサーに神戸製光が加わり、デンソコベルコ SC430 に社名を変更。初めて社名からサードが外れる。第2戦富士ではチーム8年ぶり、マシンが SC430 になって、 以降初の優勝を飾った。その後も4位入賞を2回記録するなどリタイアした第5戦、鈴鹿 1000km を除き間を通じてポイントを獲得。一時はチャンピオン争いを演じ、1997年、2004年に次、ぐ、シリーズ3位という成績で終えた。2013年、平成25年、脇坂、石浦のコンビ及びチーム体制は継続し、 タイヤは6年ぶりにブリジストンに変更された。2013年 JAF GP より名古屋グランパス8と提携した。2014年平成26年創業より代表取締役社長を務めた加藤真が退任し、佐藤勝幸が代表取締役社長に就任した。加藤真は会長職となり、チーム代表は佐藤勝幸が継続。 2012年より、アウディのワークスチームとして、ルマン24時間で、総合3位を記録するなどしたオリバー・ジャービスを、迎え入れ石浦・博明とコンビを組む。2015年、平成27年チーム体制を一新。監督に、野田秀樹、海一、インディ、ルメンズ経験ドライバーが就任。エンジニアに、本田から田中幸太郎を迎え入れる。 ドライバーは2013年のスパーグッド、シリーズチャンピオンの平手昭平、第一で活躍し優勝経験もあるえ、生きこば来年を獲得しこの二人がコンビを組む。鈴鹿1000キロレースでは、第3ドライバーに、第一経験者のクリスチャン・クリエンを招致。第一優勝経験者がスパーグッドで走るのも初だが、第一ドライバー2名というのも、初となる。この年、モランドとジョイントし、 WEC、世界耐久選手権 LMP2 クラスから、初参戦、18年ぶりに、ルマン24時間レースの復帰を果たす。しかし交渉に問題が発生した結果当初乗る、予定であった、佐賀博則は、結局一戦もエントリーできず、名前だけのものであった。FIA 界4に3台、スーパー耐久レースへの参戦で、若手の育成を、サードレッシングプロジェクトで手掛ける。 NRA 野田レーシングアカデミーの生徒が主にシートに座ることとなるため NRA とは強い協力関係にある。2016年昨シーズンと同様に平手秋平平木気小払い年のコンビで参戦するとともに GT300 にタイサンインターナショナルとジョインとして参戦することになった。最終戦のツインリンクも敵では優勝でドライバーズチームズチャンピオンを獲得し、 スーパー GT の前身の全日本 GT 選手権の初年度から参戦しているサードにとっては初のチャンピオン獲得とった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。